皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか。フロリダからです。今日はド素人シリーズハマりましたね。ド素人シリーズナンバー3番目、ヘアカットを自分で素人がしたらどうなるか。まあ私自身あまり髪の毛はもう薄くてないんですが、脇の辺はやっぱり切らないとモサモサしてますよね。それでなんですが、もし素人がこういうバリカンを使って切ったらどうなることか。まあ失敗すると思うんですが、まあ普通だったらこの裸になってやるのが一番いいんですが、おっさんの裸なんて見たくないっていう人もかなりいますので、このままやってみたいと思います。まあ見にくかったら申し訳ないんですが、ご了承ください。行ってみましょう。揃えてみました。まずはバリカン、クリッパー、ブラシ、櫛、バリカンにつけるアタッチメント、あまり短く切られないようにするセーフティーのガードみたいなものですね。ガード、こういうものを用意してしました。でまずはナンバー5、どうですか。なかなかうまく取る、きれいに書かれてるんじゃないかと思うんですけど、この辺なんかもまさか一人でジップやったとは思えないぐらいに綺麗になってます。では、そういうことで。